サトル君に明日のテストに出る問題聞いちゃおっと。ふぁ。サトル君を知っているという人は、チャンネル登録と高評価、よろしく。と、その前に、新チャンネル、すまないアニメーションを作りました。ここではすまない先生たちのめちゃくちゃ面白いアニメが見られるから、動画の概要欄からチャンネル登録よろしく。いってサトルくん、サトルくん、おいでくださいませ。僕、サトルくん、今、公衆電話の前にいるよ。僕、サトルくん、今、玄関の前にいるよ。へぇ？僕、サトルくん、今、君の後ろにいるよ。サトルくん、明日の、わー！いやー、サトルくんの話は怖いね。なあ、結局サトルってのは、何なんだ？サトルくんは、聞けばどんな質問であろうと、答えてくれるそうです。しかし、後ろに来た時に振り向いてしまうと、どこかへ連れ去られてしまうそうです。ま、本当かどうかはわからないけどね。どんなことでも答えてくれるのか。あ、いいこと思いついた。どうしたんだい、ミスター赤ちゃん。すまない先生、悪いが今日は俺は帰るぜ。急にどうしたんですか。ちょっと用事を思い出したんだ。じゃあな。へへへへへ、いいこと思いついちまったぜ。サトル君は、聞いたことは何でも答えてくれるって言ってたよな。だったら、俺が聞くことは一つだぜ。それはな、次の宝くじ、いつ買えば、一等が出るかだ。へっ、これをサトル君に聞けば、俺はもう、億万長者だぜ。じゃあ、公衆電話に、レッツゴーだ。俺のお小遣いは、月50円だが、サトル君を呼ぶためには、10円しか必要ねえんだ。まずは10円玉を入れて、受話器を取る。そして確か、自分の携帯に向かって、電話をかけるんだよな。そうしたら電話に出て、サトルくん、サトルくん、おいでくださいませ。へへへへへへへ、これで準備完了だぜ。あとはサトルくんから電話が来るのを待つだけだ。なんだなんだ、サトルくんのやつ、全然電話来ねえじゃねえか。あ、誰だこの電話番号は。まあいっか。もしもし。僕、サトルくん、今、東京都にいるよ。あ、サトルじゃねえか。ちょっと聞きてえことが。あ、あいつ切りやがった。くそ、宝くじのこと聞けなかったじゃねえか。はい、もしもし。僕、サトルくん、今、公衆電話の前にいるよ。なあ、わかったから、ちょっと宝くじのことをだな。はあ、あいつまた切りやがったぜ。ん、ああ、そういえば、
だんだんサトルくんのやつ俺に近づいてきてねえか。確かさっきみんなで見たムービーでもこんな感じだったよな。あ、またかかってきた。はい、もしもし。僕、サトルくん、今街灯の近くにいるよ。街灯の近くって、もう家のそばじゃねえか。ん？なんだか気味悪くなってきたな。はい、もしもし。僕、サトルくん、今玄関の前にいるよ。え？玄関の前？誰もいねえじゃねえかよ。ただのいたずらか。だ、また電話が来た。はい、もしもし。僕、サトルくん、今君の後ろにいるよ。だ、この背筋の凍るような感覚、後ろに誰かいるぞ。だ、でも確かな。あ、結局サトルってのは何なんだ。サトル君は聞けばどんな質問であろうと答えてくれるそうです。しかし後ろに来た時に振り向いてしまうとどこかへ連れ去られてしまうそうです。そうだ、後ろだけは振り向いちゃダメだったんだよな。なあサトル君、次の宝くじいつのタイミングで買えば一等が当たるんだ。どうしよっかな。なんだよ、もったいぶらずに教えてくれよサトルくん。教えちゃおっかな。いや、やめておこうかな。なあ早く教えてくれよ。それじゃあ後ろを振り向いてくれたらいいよ。え、マジで？よっしゃ、これで俺は億万長者だ。あ、もう3日間もミスター赤ちゃんが見つかっていない。さすがに長いですね。何かの事件に巻き込まれたのでしょうか。もしかするとサトル君に電話したのかも。すまない先生、あなたはあのような話を信じているのですか。あれはただの作り話ですよ。悪いですが、私は別の方法でミスター赤ちゃんを探します。本当にサトルくんがいるのかわからないけど、まあひとまず僕もやってみるしかないな。サトルくんにミスター赤ちゃんの居場所を聞いてみよう。サトルくん、おいでくださいませ。よし、これで準備は完了だ。あとはサトルくんから電話がかかってくるのを待つだけだな。本当に来た。はい、もしもし。僕、サトルくん、今病院の近くにいるよ。まだまだ遠いな。
もしもし。僕、サトルくん、今橋の上にいるよ。橋ってさっき僕がいた場所だよな。もしもし。僕、サトルくん、今おもちゃのお店の前にいるよ。おもちゃショップってことはかなり近いな。もしもし。僕、サトルくん、今君の後ろにいるよ。なあサトルくん、今ミスター赤ちゃんがどこにいるのか教えてくれないかな。ああ、あいつなら僕の世界に送っちゃったよ。そうか。どこへ行くの？そんなの決まっているさ。ミスター赤ちゃんが連れ去られた君の世界にだ。あれ、ここは一体どこだ？僕はサトル君に、あ、そうだ、ここがサトル君の異世界なのか。あそこに扉がある。ちょっと進んでみよう。おそらくミスター赤ちゃんもここにいるはずだ。さーて、この先は進まない。ん？これは、あ、マグマのアスレチック。こんなところがあるのか。一歩間違ったらこれは即死するぞ。かなり危険な場所だ。出口はあそこか。よし、このアスレチックをクリアしていけばミスター赤ちゃんの元にたどり着けるはずだ。さーて、ここの螺旋階段を登っていけばいいんだな。それじゃあ行ってみよう。すまない。さあ1個目、2つ目、すまない、すまない、すまない。さあ4つ飛び越えて、こっから段差が出てくるからちょっと気をつけないとね。できるだけギリギリでジャンプをしてと。すまない、すまない、すまない。さあ、と2つ、よし、アスレチッククリアだ。これで先に進めると思ったんだけど、その前にチェストを確認しておこう。中には、ん？これはなんだか強そうな武器だな。これを使えばサトル君を倒せるかもしれない。試しに。おお、なるほどね、火炎放射器か。かなりいいアイテムを手に入れた。さあ先に進んでミスター赤ちゃんを助けに行こう。あ、足場がちょっとツルツル滑るから気をつけて進んで。ん？これはトロッコがあるな。なるほどね、これに乗って先に進んでいくわけだけど、うわー、かなり広いな。これは一体どこまで続いているんだ。ひとまずトロッコに乗ってと。あ、動いた動いた。さーて、ミスター赤ちゃんは一体、あ、ミスター赤ちゃん、いた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 。あ、でも待って、奥にサトルくんがいる。なるほど、ここに閉じ込められているのか。あ、ちょっと危ない危ない。あ、危なかった。このまま落ちたら危ないからね。さあ下は、あ、ミスター赤ちゃんが倒れている。早く助け出さないと。ん？この下はスライムブロックになってる。よし、こっから降りればなんとかなるはずだ。そしてサトルくんに関してはこの火炎放射器を使えば勝てるはずだ。さあ意を決してダイブするしかない。急ぐ、すまない。よし、まずはスライムブロックに着地。サトルくんはこっちに向かってこないな。戦う意志はないのか。おい、ミスター赤ちゃん、大丈夫か。よかった、まだ生きている。あとはサトルくんを倒すだけだ。僕を倒せるなんて本気で思っているのかい。ミスター赤ちゃんを助けるために。すまない、すまない、すまない。よし、このまま一気に燃やして。よし、サトルくんを倒した。ふう、ちょっと危なかったね。さーて、ミスター赤ちゃんは大丈夫か。しっかりしろ、ミスター赤ちゃん。うわ、ミスター赤ちゃん、目が覚めたか。お、あれ、すまない先生、これどういう状況だ。まあ今は説明してる暇ないから、とりあえずこっから出ようと思うんだけど、一体どっから脱出すればいいんだ。そういえば、お、サトルくんを倒したからネザーゲートが開かれてる。ここに入れば出られるかもしれない。よくわかんねえが、早く脱出しようぜ。よし、
それじゃあ脱出できる可能性にかけて脱出、いけるか、いけるのか、わあ、お、ここは、あ、元の世界に帰ってくれた、よかった、無事ミスター赤ちゃんを助けることができた。ということで今回の動画以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。